女優の三田佳子81が29日、映画「天魔荘の三姉妹」監督北村隆平の公開記念舞台挨拶に登壇した。次男の高橋祐也容疑者42が先月に覚醒剤所持の疑いで逮捕、その後今月26日に覚醒剤を使用したとして覚醒剤取締法違反の疑いで再逮捕されて以降、初の公の場となった。主演のノン29らと登壇し、こうやってお会いできるのをとても喜んでおります。この間、この三姉妹の取材の時に、この映画が111本目となりますよ、と言われて。東映でデビューしてから62年丸々経ってるので、そういう数にもなっているのかなと思って納得しました。大変ユニークな話で、天界と地上とこの空間にある何とも言えないファンタスティックな世界で繰り広げられる物語で、この作品に参加できて嬉しいと思いましたと心境。声を詰まらせながら、いろいろありますけども、この映画が生と死、命を真正面に捉えているんですけど、明るいというのが印象的でしたと語った。